プラントロニクスの Bluetooth ヘッドセットバックビート GO のご紹介です。プラントロニクスは Bluetooth のヘッドセットなどを多数輩出しているブランドとして有名ですけれども、このバックビート GO はこのような小さな製品なんですが、両耳に接続装着するタイプのカナル型イヤホンの形をした、Bluetooth ヘッドセットです。はい、非常に小型でなんと重量 13g と大変軽量な製品です。ちょっと小さくて見にくいかもしれないんですが、こちらの製品ですね、耳に装着してみますね。左右のカナル型イヤホンの間にちょうど短めのケーブルがあり、これを首の後ろに回すようにして装着いたしますと、Bluetooth のイヤホンでもケーブルがこう首の下に垂れ下がるようなタイプのものがありますけれども、この製品の特徴は首の後ろに回しますので、ケーブルがこの首の前下のあたりに垂れ下がることのない、ケーブルが本当に邪魔にならないイヤホンというのが特徴です。Bluetooth ですから、もちろん iPhone など Bluetooth を搭載されている端末と接続することが簡単にできるんですけれども、さらに AVRCP というプロファイルに対応してますので、プレイヤー側の操作をこのケーブル途中のリモコンで音量のアップダウン、楽曲の再生停止、さらに電話がかかってきた時に電話を着信を取るということも簡単にできてしまいますし、またマイクを内蔵しておりますヘッドセットですから、通話を着信した後はハンズフリー通話をすることもできますので、ポケットから携帯スマートフォンなどを出すことなくそのまま通話、そして通話が終わりましたら電話を切ってまた音楽再生に戻るといったことがスマートにできてしまう製品です。こちらの製品のもう一つの特徴は、しっかりとしたカナル型のイヤホンの形をしておりますので、実は音質が結構いいというのが一つの特徴です。ダイナミック型のドライバーを搭載したイヤホンなんですけれども、なかなか高音から低音までしっかりと鳴らしてくれる、あまり癖のない、こもったような音質ではない、はっきりクリアな音で、音楽を再生してくれるイヤホンになってますので、音楽を積極的に聴くというユーザーさんにもお勧めできる製品です。バッテリーの持続時間気になるところなんですが、こちらはですね、音楽再生を積極的にした場合は 4時間半程度を持つもので、さらに待機時間は、10日間と非常に長く、待機状態を続けることができるバッテリーが搭載されております。AC アダプターも付属していて、充電をして繰り返し使える製品ですので、Bluetooth のヘッドセット、音楽も聴けるものをお探しの方はぜひ一度検討してみてください。